あなたの気持ち次第で、あなたがなりたいようになれる、変われる、そんな日だと思ってください。ようこそ、予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えします。今日はマイナスを大きくしない運気の話をしたいと思います。マイナスなことが起こったら、それをプラスに持っていくような、よりマイナスを減らしていくようなことが大事です。そしてそのためにも大事なことは、いい運気を取り込むこと、そんな話を今日はしたいと思います。運気を上げるといえば、僕がご紹介しているみそぎの玄米、龍神の力を宿すユニアの実りを食べるだけで、心身ともに健康になり、運気アップにもなります。神様とつながれるユニアの実りについては、概要欄にリンクがありますので、チェックしてみてください。10月21日一粒万倍日、木星が月に近づくについてお話しします。あなたは開運日と聞いたら、おそらく最初に浮かんでくるのは一粒万倍日じゃないでしょうか。月に何回もある一粒万倍日は、明日が一粒万倍日だと考えた時に、何をしようか、何したらいいんだろうかと考えたりしませんでしょうか。考えるという習慣があると、これはめちゃくちゃいいことです。意図していい運気をつかみに行くことができますので、意識すること、一粒万倍日だと思うこと、これだけでもかなりあなたにとっては運気のアップになっています。ただ今日お伝えする避けるべきこと、これを意識することはまた大事なんです。何を始めようかを考えるのと同じぐらい大事です。今日は何を避けるべきかということについてもお話ししたいと思います。もともと一粒万倍日は、何かを始めるということをお伝えしていますので、始める、実践する、行動するというよりも、しないという方が簡単とも言えますので、まず簡単なことからこの日の運気を取り逃さないこと、それを知ってほしいです。今度来る10月21日は一粒万倍日であり、ただそれだけでなく、太陽系の中で最も大きく最もパワーの強い木星が月に接近する、そんなタイミングと一粒万倍日がドッキングしちゃってます。木星というのは幸運の星と言われていて、この世界を自分の主権で生きていく、その力添えをしてくれる大事な星です。その木星の力が月と接近することにより、月に取り込まれ、そして月から地球に降ろされる、そんな日が10月21日一粒万倍日で、この日はいいことを始めてほしいんですが、同時に避けるべきことも知ってほしいんです。前に進むことと後ろに下がらないこと、この両者を意識することで、本当の意味で運気をアップすることができます。もしこの一粒万倍日で避けるべきことをやってしまっていたら、それはあなたが行きたくない未来、避けたい未来に進んでいくということにもなりかねないです。そんなの嫌じゃないですか。そのためにも、前向きに進むことと後ろ向きに進まない、そのための吉日のエネルギーを生かす話をお伝えしておきます。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは一粒万倍日、そして月を通して木星の幸運の力、パワーが降りてくる10月21日に避けるべき行動、開運するための正しい選択を知ります。そして最大限吉日パワーを自分の中に取り入れて、最高の未来を作ることができます。人生が大きく好転するチャンスを手にするための大事な話をしますので、今日の動画を最後までご覧ください。一粒万倍日とは、このチャンネルでは一粒万倍日については何度もお伝えしていますが、簡単にお話ししておきますと、宇宙法則である13元律、人からよろずまでの13の数玉のエネルギーがこの世界を進化発展させていき、最終極まってからそこから収束し、また消える、そしてまた生まれるという循環をしていて、その13段階の8番目、矢の数玉のエネルギーが降りている日が一粒万倍日です。この日は神様が日本を建国するときに、日本に対して、日本人に対して下ろした命令、地名三大進捗、その三大進捗の中の湯には稲穂の進捗という神様からの命令が発動され降りている日になります。湯には稲穂の進捗というのは、お米を育て、お米を祭り、お米を食べて世界を繁栄させ、地球を次元上昇させなさいというのが、日本人がやらなければいけない神様からの命令なんです。
ですから湯には稲穂の進捗が降りている一粒万倍日というのは、何かを始めると大きく花開く、一粒のもみが万粒にもなる、そんな発展進化の日、それが一粒万倍日です。また一粒万倍日のエネルギー自体は、八やというのは末広がりであり解放拡散のエネルギーです。ということはこれは陽のエネルギー、放出すること、行動すること、実践すること、これが基本のエネルギーになります。すると1日の中でも陰のエネルギーと陽のエネルギーの時間帯があり、例えば昼間というのは太陽の光を浴びて行動する、エネルギーを放出させながら動く、そんな陽のエネルギーが流れているのが昼、そして夜はじっとしてエネルギーをチャージしていく、吸収していく、収縮していく、そんなエネルギーが夜のエネルギーになります。とするとこの一粒万倍日のエネルギーは昼のエネルギーの陽のエネルギーと相乗効果を持ちますので、何かを始めるには日が昇っているうちがベターだと言えます。そうじゃないといけないとは言いませんが、その方がベターなんです。ですからこの日は日が出ているうちに行動し、日が落ちたらゆっくりする時間を持つというような感じがいいと思います。グレゴリオ暦で見る10月21日、物質界を司っているカズタマがグレゴリオ暦のカズタマ、この日10月10の月のテーマは満たされていることに感謝する、次元上昇に向けて準備を整えるというエネルギーがあり、また21日というのは変化のカズタマであり、変わること、今までと違うこと、これがこの日の物質界におけるエネルギーの流れになりますので、次元上昇に向けて今までと違う準備をする、今までよりももっとより良くする、そのような意識を持つといい日だと言えます。カタカムナカズータ暦で見る10月21日、気の領域という見えない領域とつながるカズタマであるカタカムナカズータ暦の暦で言えば、この日は11月15日、11月のテーマは次元上昇、次元上昇をすることがテーマです。そして15というのは1と5で、1は一つであること、ワンネスであること、一体であること、そして5は自分という存在、自分が世界の中心であり、自分が目指すこと、目指す理想に向かってまっすぐ進む、その道筋を1、5のカズタマと言います。ですから究極の自分軸とも言える、天から与えられた自分のやるべきことである天命、そして日本の地に生まれた意味である地名、そして自分が一生のうちで絶対に達成したい志と言える画名、この天命地名画名が究極の理想ですので、そこに向かって進む、そのための道筋を自分軸と言います。この自分軸を大事にすること、それがこの日のエネルギーになります。10月21日がどんな日になるのか。木星の強力な幸運のエネルギーが降りている日なので、あなたの気持ち次第であなたがなりたいようになれる、変われる、そんな日だと思ってください。そしてこの変化のエネルギー、いい方向でのエネルギーは、あなたが自分軸を明確にして自分軸に向かって進む意識を持つと、より大きなあなたの想像を超えるような成果や結果として降りてきやすいです。めちゃめちゃいい日ですので、活用しないわけにはいきません。ただネガティブな意味で言うと、あなたがやろうとするその背後にあるあなたの意図が、あなたの自分軸に沿ったものでなければ、大きなネガティブな結果につながる可能性がある、危険な人も言えます。木星の幸運のパワー、これはあなたが間違った方に進もうとすると、逆にあなたにとって大きなネガティブを下ろしてしまう、そんな危険性もあるので、特にこの日何を考えるのか、何を意図するのかが大事だと言えます。この日一粒万倍日のエネルギーは、湯には稲穂の進捗といって、お米を育て、祭り、食べて世界を繁栄させる、そのことによって地球を次元上昇に向かわしめる、そんな強いエネルギーが流れていますので、あなたが天命地命画命から離れてしまっている、大事なものを見失っているという場合、危険だということも覚えておいてください。避けた方がいいこと、そういう意味で強大なマイナスにも推し進めるようなエネルギーが流れていますので、避けた方がいいことはまず知って、それはやめるようにしてください。
一般的にも一粒万倍日にやってはいけないこととして借金、喧嘩、悪口などなど言われていますが、もちろんこれらは避けてください。喧嘩とまで言わなくても言い争いだったり、心の中で嫌だと思うこと自体もそれが万倍にも膨れたらかなりネガティブに浸ってしまいますので、避けるべきだと言えます。そういった意味で10月21日は気に入らないことがあったとしても、ムカつくことを言われたとしても何も言い返さないことがおすすめです。馬耳東風というのもありだと言えますが、おすすめしたいのは受け入れるのではなく受け止めること、これがおすすめです。受け入れるっていうのは、その人が言ったことを受け入れてしまって自分をその考え方に合わせることが受け入れるです。でもそこまでしなくていいんです。受け止めるだけでいいんです。受け止めるというのは、ああ、あなたはこう言いたいんですね、これは相手の言ってることを理解したということで受け止めてるんです。とりあえず相手は受け止められたということで気持ちが落ち着きます。ですから受け入れなくても受け止めることが大事です。あなたはそう思ってるんですよね、そうなんですね、そう言って受け止めるだけで大丈夫です。受け入れてあなたが変わる必要はありませんので、つまりこれは相手の言ってることを認める、認識するということでもあります。これは僕が営業を教える時にお伝えしているコミュニケーションの一つのコツでもあります。それをみほこさんと言います。みほこさん、認める、褒める、肯定する、賛同する、このみほこさんをすれば言い争いや喧嘩にはなりませんし、相手との距離が近くなります。もしあなたが営業するタイミングがあるのであればぜひ使ってください。まず認める、あなたはそう思ってるんですね、すごいですね。そして褒める、すごいですね、素晴らしいですね。そして肯定する、そういう考え方って大事ですよね、成功されてる方ってみんなそうされてますよね、これが肯定する。そして賛同する、あなたの考えてることされてることは素晴らしいです、私もそうなりたいです。そんな感じで美穂子さんをすると喧嘩にはなりません。ただ相手の言ってることにカチンと来ているのであれば、最初の認めるだけで大丈夫です。あなたはこう言ってるんですね、こう思ってるんですね、それをすれば取り返しのつかないような喧嘩が大発展するような、そのようなことから回避できます。そして受け止めるだけで受け流してしまえば、必要のない人とは自然と離れていきます。そして借金もダメだと言われますが、借りてるものが大きく増えたら嫌ですよね。そういった意味で借り物もあまりすべきではないと言われています。ただそれは何をどれだけどうしたいのかっていうことによるんです。人の力を借りて大きな成果を上げることをレバレッジと言います。テコの原理、人の力を借りて大きな結果にする、このテコの原理も一粒万倍日に似ています。その意味では借金もテコの原理と言えますので、一概に借金がダメなのではなく、何のためにどのようにその借金を使ってどうしていく未来を想定しているのか、それによってやってもいいのかやんない方がいいのかになります。なんとなく今お金さえあればうまくいきそうな気がする、だから借りれるなら借りとこうというのであれば、計画自体が曖昧なので、その曖昧なことが大きくなっちゃうので良くないんです。またよく一粒万倍日は宝くじの日とも言われていますが、僕はお勧めしません。宝くじの当選確率、これを期待値と言いますが 40% です。つまり3000円払ったら1200円ぐらいは期待してもいいということになります。 40% が重なっていけばどん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 確率は低くなります。ですから複利成長する一粒万倍日はそんな確率論的なことはやらない方がいいです。 40% の確率に時間と意欲とお金を使わないでください。確率 40% というと、例えば定食屋に行って注文したら10回に6回は何も出てこない、お金を払っただけ、10回に4回は食事にありつける、その中でも本当にたまにめっちゃ豪華なものが出てくる、そんな定食屋に行きませんよね。一粒万倍日は着実に堅実に大きくしていく、運気を上げていく、結果を出していく日なので、確率的に6割負ける可能性がありながらそこに突っ込むのはもったいないんです。もちろん買わない方がいいというだけで、買いたかったら買っても構いませんけど、
また財布を買い替えるのにいい日とも言われますが、この日が財布を買い替えるといいから財布を買い替えようということであればやめてください。何のために買うのか、何でもこの基本が大事なんです。 Why? なぜそれをするのか。ただ財布を買えばお金が降ってくる、そんな自分が努力もせずに何かの恩恵を被ろう、得しよう、そのような意識の人に神様がいい運気を下ろされるはずがありません。というように、今日は一粒万倍日に避けるべきこととしてあまり言われないこともお伝えしたかなと思います。まず理解しておいてほしいのは、一粒万倍日という吉日というのは万人にとって吉日ではないということなんです。世には稲穂の進捗という神様からの命令が下ろされている日なので、そこに沿うような考え方をしている人、行動をしている人、その人には一粒万倍日のエネルギーが大きくアシスト、サポートしてくれる。何を求めて何をしてるかによって吉日か吉日じゃないかが変わるということを覚えておいてください。ですから一粒万倍日は方向性が定まってない、よくわからないのにやろうとするのもやめてください。自分軸というのは、今の自分から理想の未来、究極の未来は天命地命我命ですが、あなたが未来に欲する目標、そういったものにまっすぐ進んでいくことが自分軸です。でもこの理想がわからない、今自分はどこにいるのかわからない、何をしていいのかわかんないけど、一粒万倍日で何かをしたらいいから何かしてみようみたいなことにすると、その方向性ってこっちかもしれないですよね。そうすると自分軸から完全にずれてます。そして自分軸からずれた行動が大きくなってしまう、どんどん破滅に向かうということになってしまいますので、自分軸を明確にすること、少なくとも自分がやるべき方向というものを仮にでも置いて進むようにしてください。では今日の話をまとめます。今度来る10月21日は一粒万倍日であり、幸運の惑星である木星が月に最接近し、木星の力が月に降りて、月から地球に木星のエネルギーが降ろされる、すごい吉日になります。その日どんな意識を持って何をするのかというのは、人生を変えると言っても過言ではないので、どうすべきなのか、どうしてはいけないのかをお伝えしました。一粒万倍日は何かを始めた時にそれが万倍にもなる、そんな吉日ですが、悪いことも万倍になる。そう考えると、何を考え何をするのか、これが大事であるということを理解してほしいんです。そして大きなエネルギーの流れとしては、一粒万倍日は陽のエネルギー、プラス、ポジティブ、放出、発散、行動のエネルギーになりますので、陽のエネルギーが流れている昼間、日の昇っている間に行動するのがベターだとお伝えしました。暦から読み解いて、この日どんな日になるかというと、ポジティブ面から言うと、あなたの気持ち、考え次第でどのようにも良くすることができる日、木星の力も降りている最高の日であるとも言えます。その時大事なのは、自分軸に向かってるのかどうか、自分軸に向かうためにも今までと違う変化を起こそうとすると、それが大きくいい方に展開していく、そんな日だと思ってください。逆にネガティブ面で言うと、やろうとすること、始めようとすることが自分の自分軸に沿っていないと、大きなネガティブとして返ってくる、マイナスなことが雪だるまのように増えていく、そんな危険な日でもあります。ですから自分軸、特に究極の理想というのは天命地命我命なので、それを意識することが大事だと言えます。言うには稲穂の進捗が降りている日でもありますので、お米を育て、お米を祭り、お米を食べる、そのことによって世界を繁栄させる、そんな意識でお米を食べることもおすすめです。10月21日に避けた方がいいこととして、浅はかな思いで借金をすること、計画性なしに、何のためにどうするのかという展望なしに、計画なしに借金をするのはやめてください。そして喧嘩、言い争い、悪口、非難、そういうことはやめましょう。できれば今後も意識してほしいんですけれども、美穂子さん、認める、褒める、肯定する、賛同する、これを意識することによって、この日ネガティブな方向に転がっていくようなことにはならないと思います。そして宝くじを買うとか、なんか財布を買い替えたらいいらしいから財布を買い替えるとか、そういうことはやめてください。
自分軸のためにそれが絶対に必要ならやってもいいですけれども、そうでなければやめた方が無難です。この日、自分がどこに行きたいのかという軸が大事な日だと思って、しっかりと見定めた上で大事な行動を始める。そしてやらなくていいことはやらない。それを心がけてください。そのことにより木星の力を月経由で下ろし、幸運を引き寄せるあなたになれます。ということで、このチャンネルでは予言を通して人生をより前向きに生きていける動画を配信していっていますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントシェアをお願いします。今、予言天狗と LINE で友達になっていただいた方には素敵なプレゼント5つと、天命地命画命の決め方についての重要な情報や、丹田活瞑想という真の瞑想法についての情報などを配信しますので、この動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックして友達になってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。今回久しぶりに沖縄に行ってきました。めちゃくちゃ楽しい、美味しい時間を過ごせました。以前このチャンネルでもご紹介したことがあるパワースポット、セーファーウタキにも行ってきました。前に行った時には入れたところに、今回は入れない部分が多くなっていて、一番すごいパワーのある場所、そこまでは入れませんでした。でも離れたところでも十分にエネルギーが降りていましたので、かなり自分の中でクリアリングとチャージングと同時に、自分の得たい未来に向けてのダウンロードができました。もしあなたが沖縄に行かれる機会があるんであれば、ちょっとその予定の中でセーファーウタキに行かれるのもおすすめしたいと思います。それから LINE でお友達になっていただいた方限定で特別な動画をお渡ししていますが、その方法を使えばセーファーウタキで本当に大事な情報、自分を変える情報をダウンロードすることができます。そういう意味もあるので LINE ではお友達になってつながっておいてください。旅行中は禊の玄米、龍神の力を宿すユニアの実りを食べられませんでしたが、また玄米生活に戻っていきたいなと思っています。ユニアの実りは概要欄にありますので、チェックして口コミなんか見ておいてください。すごく玄米の食べ方として参考になると思います。また出版日が近づいてきましたが、10月29日開運年表が発売されます。5年分の3つの指針が書かれていますので、5年間毎日毎日それを見るだけ、意識するだけであなたの運気は爆上がりしますので、ぜひ予約して11月1日から意識した毎日を送っていただけたらなと思います。カタカムナカズータ歴も載っていますので、カタカムナカズータ歴で今日は何日と意識するだけで月の力が降り、覚醒し天才になっていきます。ぜひ読んでもらえたらなと思います。ということで、ではまた。